ウィリアム・ハルバートは、メジャーリーグの元球団オーナー。後にナショナルリーグ第2代会長。ニューヨーク州バーリントンフラッツ生まれ。19世紀の競合チームであった、シカゴ・ホワイト・ストッキングスを運営し、ナショナルリーグ創設にも力を尽くした。ハルバートは、シカゴの食料雑貨商の家族と結婚した後、ビジネスを石炭貿易に拡大して得た富をもとに、 1871年にナショナルアソシエーションに加盟していたシカゴホワイトストッキングスを支援していた。しかし球団は同年に起こったシカゴ大化のため丸2年間活動できない状態になった。1874年にハルバートはホワイトストッキングスの代表者となり球団は活動を再開するが当時のナショナルアソシエーションにはまだ強い運営能力はなく 選手との契約でも大いに悩まされることになる。1875年にナショナルアソシエーションが解散すると、ハルバートは1876年にモーガン・バークリーらと共にナショナルリーグを設立する。初代リーグ会長職にはバークリーがついたが、実務面ではすべてハルバートが取り仕切っていた。強固なリーグ運営を目指していたハルバートは、 設立当初に打ち出したリーグ規則の運用を厳しく言った。リーグ初年度の日程を最後まで消化しようとしなかったニューヨークミューチュアルズとフィラデルフィアアスレチックスは大きな収益をもたらす大都市のフランチャイズであったにもかかわらずリーグから脱退させられてしまう。1877年にはルイビル・グレーズの起こした八王朝事件が摘発され関係者4人が 永久追放処分となった1880年にはリーグ規則に従わず球場で酒を販売するなどしたシンシナティレッズをリーグから脱退させる。ハルバートのこれら一連の手段は所属球団に対する強烈なメッセージとなり結果としてナショナルリーグの運営基盤を固める役割を果たした。ハルバートはまた リーグで審判を雇用する制度を設け、ゲームの判定において不正が働かないような承知も、言った。1882年、リーグ会長在職のまま心臓発作のため49歳で、死去。アメリカ野球殿堂入りしたのは、死後100年以上経った1995年のことで、ある。ありがとうございます。